ランド。皆さんこんにちは、カタリストレイナです。よろしくお願いします。今日はこちらの商品を紹介していきたいと思います。これは携帯用のハサミで、スティッキールという種類のハサミです。これはボーテっていう種類で、開けてみたいと思います。早速、ダイスさんっていう日本のボーカルユニットさんたちがコラボして作っている、はい、こちらです。実はこれハサミです。すごいお化粧品みたいな形なので、初めてで、開けてみます。開かない、あ、開きました。引っ張ります。ひねってました。こんな感じですね、ハサミ。はい、大きさなんですけど、これちょっとキャップがこういう感じで、すごい可愛いんです。キャップが、これが iPhone なんですけど、じゃーん、これぐらいの大きさですね。大きさの違い分かりますかね。すごいちっちゃいです。マスカラぐらいですね。女性の方だったら分かるかな。で、これを早速使って切ってみたいと思います。すごいバネが入ってて、こう押すとすぐに開くような感じです。で、はい、じゃーん、あ、すごいよく切れます。なんかそうですね、携帯用だからと思って、もっと切りづらいかなと思ったんですけど、こんな感じで結構簡単に切れますね。あ、すごい切れ味がいい感じです。よく切れます。はい、で、これ色が、カラーは私このブルーのカラーを買ったんですけど、実は5種類あって、ピンクとか薄いピンクとか白とかいろいろ選べるので、ぜひ選んでみてください。で、キャラクターのやつもあって、これはすごい女性のこうお化粧品みたいなイメージで作られてるんですけど、もっとキャラクターのディズニー系のプリンセスとかミッキーとか、あとはプーさんとか、あと面白いのがオンラインゲームの、トーラブっていうところともコラボしていて、そういうのもちょっとなんかかっこよくってよかったです。なのでぜひ、で、これ多分左、私右利きなんですけど、左利きでもいけると思います。押せばいいので、今左で切ってみてるんですけど、こんな感じで、もっと左利きの人は上手に切れると思うんですけど、でも全然左利きでも右利きでも関係なく切れる感じです。なのでぜひ、これ1000円するんですけど、もっとキャラクターのやつだと安くって、680円にプラス税で、あとは普通のカラーのみのやつだと500円にプラス税なので、なんか1個こうカバンの中に入れといたら、ちょっと使いたい時あるじゃないですか。で、タグとか切る時とかなんかすぐ切れるし、まあ、こういう風に日常的に、例えばデスクで使いたいっていうんだったら、普通にデスクに普通のハサミを置いとけばいいと思うんですけど、でもちょっとこう携帯用にっていうならすごい便利です。私はおすすめです。ぜひちょっとアマゾンとかでも買えるので見てみてください。以上、今日はスティッキーのスティッキールの、はい、ハサミを紹介させてもらいました。ではまた見てください。じゃあねー。